はい、今日もあなたにこんばんは。日常演舞です。本日はこちら、酒井コーヒーで様々なケーキを食べてきたので、いろいろレビューしていきたいと思います。酒井コーヒー久しぶりだな。前はパンケーキだったんですけど、今回はノーマルなケーキ。果たしてパンケーキとはまた違った楽しさ、美味しさを届けてくれるのか。どうぞ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 どラストはティラミス。ほろ苦くて大人の味わいが楽しめる一品でした。はい、というわけで酒井コーヒーのケーキをいろいろ堪能させていただきました。パンケーキとはやはり違った美味しさがあってよかったです。口の中でとろーっと広がるのは本当に美味しかったですね。あなたは何か好みのケーキありましたか？もしあったのであれば食べていただけると私も嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。